はい、こんにちは。心理学をもっと身近に学術系コンサルティングのセカンダリー小山内でございます。今回は公認心理試験対策講座オンライン1分チャレンジ過去問アレンジ問題順序尺度に適切な散布度というテーマで1分程度でお話をしたいと思います。こちら、弊社の@secondary_jp というツイッターアカウントなどで出題させていただいた問題でございます。こちらの答え合わせをしていきましょう。順序尺度によるデータの散布度としては、平均値を用いることが最も適切である丸か×かの2択でございます。セカンダリーでは試験に向けた対策ページを開設しております。公認心理師対策セカンダリーで検索、ぜひアクセスしてみてください。それと、この動画のシリーズの URL リンク一覧は本動画の説明欄、概要欄にございます。ぜひチェックしてみてください。さて、いかがでしょうか。回答を申し上げてしまいます。こちらの問題、回答は、×でございます。こちらをですね、丸とお答えになられた方は、ちょっと、厳しいですね。セカンダリーの心理統計講座のご受講をお勧めいたします。無料でご覧になられている方はここまでご視聴ありがとうございました。